おはようございます。桜が咲いていない普段の目黒川はどのような様子なのでしょうか。のんびりと目黒川沿いを走ります。よろしくお願いします。分厚い雲に覆われているこの場所は東京都目黒区田楽橋、中目黒駅からほど近い目黒川に架かる橋の一つです。ここから目黒川に沿って下るように走行します。レンタルした電動アシスト自転車に乗って早速出発しましょう。本来は中目黒駅か目黒川船入り場から始めようと思っていたのですが、駅は当然に人が多く、船入り場ではフリーマーケットと思われる催し物が開催されていたので、やはり人が多く、田楽橋からスタートです。天気のせいもあるとは思いますが、春の盛況ぶりを考えると比較にならないほど人がいません。とはいえ走りやすいので、これはこれで悪くない気もします。ここで車道とお別れです。駐輪されている自転車から察するに、砂利にある中目黒公園は今日もにぎわってそうです。この坂を登ると中目公園橋です。また走り出します。
目黒新橋に到着です。目黒新橋は目黒通りに架かる橋で、こちらが等々力駅方面で、この坂を登ると目黒駅です。さて、さっきと反対側を走って折り返します。ここで左折します。左はタクシーなどが燃料補給を行う LP ガススタンドです。少し珍しいスタンドと言えるかもしれません。
ここで左折して電動広場公園へと入ります。せっかくですから駐輪してゆっくりすることとします。世界の石と触れ合うという彫刻を横目に階段を上ります。登った先にあるのが触れ合い橋です。やっと来ることができました。この橋は他の橋よりも高い位置にあり、かつ幅も広いので目黒川沿いの木々を存分に楽しむことができます。それゆえに桜の季節は大変混雑する橋でもあります。撮影時現在では桜は咲いていませんが、ご覧のような景色が広がり、少なくない方がここで写真を撮影されていました。また走り出します。ここで左折します。電動橋を渡ってまた目黒川沿いに進みます。橋ではないところからも目黒川を見ておきます。何度もくぐったふれあい橋も、これがこの動画では最後です。
人力なのでそこそこ大変ですが、登れないことはありません。目黒新橋へと戻ってきました。さて、五反田へと走り出します。さらっと右にフェラーリがいますね。さすがは目黒。ここで左折して太鼓橋を渡ります。目黒川を挟んで反対側の道を進もうと思います。ところが通行止めでした。次の桜の施設に取っておきましょう。もう一度太鼓橋を渡って先ほどの道に戻ります。目の前の高架は東急目黒線。まもなく開始される相鉄線との相互直通運転で連日大変なにぎわいを見せています。少し高架を観察してみようと思います。試運転を行う相鉄の車両がちょうどやってくるといったミラクルなことは起きるはずもなく、東京メトロの車両がやってきました。9000系のリニューアル車ですね。また走り出します。
今度の目の前の高架は東名高速2号目黒線です。特に観察はしません。この道は普通自転車を除かれている一方通行路なので停止線がありません。この辺で止まっておきます。青になったので出発します。同じ理由で正面の信号は自転車専用です。ちなみに左は八重山橋です。左のスロープを登ると本村橋ですが見送ります。そして五反田大橋に到着しました。すぐそこに五反田駅が見えます。この自転車の返却場所の関係でこの動画のライドはここで終わりとします。無事に走り抜けることができました。少し移動して東急電鉄池上線の五反田駅ホームです。やってきたのは奈良線系。特徴的なクロスシートに座ることができました。やや雨が降り出した頃、電車は五反田を出発しました。桜が咲いていない目黒川は非常に穏やかでゆっくりとした時間が流れていました。どんな場所でもメインのシーズン以外に訪れると違った表情を楽しむことができるかもしれません。そんな今回のようなサイクリングもやはり良いものなのではないでしょうか。そんなことを考えながらそのまま乗車しました。ここは池上線の終点蒲田駅です。そしてこの動画の終点でもあります。さてこの動画はこの辺りで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。